ークです。お願いします。言うとりますけども、商品紹介、おでん、おでん、あたおか、ナトゥー、肉まん、厚揚げ、エビシュマーイ。はい、ということで皆さん、今ね紹介したこの商品たちなんですけど、一体何の共通点があるのかな。シンキングタイムスタート。よーく考えよう、サムネでバレている。もうサムネで分かってますわな。そうやわ、ペカチラ、キャラシ。まあ正解言わんでも分かると思うけど、この商品すべてからしに合うやつ、からしに合うやつやで。これ全部からしに合うやつやで。これな、からし一本使い切るまで終われません。拍手なのか、これは、これは拍手なのか。はい、こちら分かるかな、ちゃんとサラピンですよ。はい、からしからしで、ほらちゃんと封してるでしょ。まず一番最初に食べたかったん、まあこちらおでんから食っていこう。おでんこれ作り上がるのに20分かかるわ。シューマイから食っていくか。ってことで、レッツからしー、からしいら、あ、じゃあ開けまーす。1分丸々ってどんぐらいなんやろうな。いきまーす。うわ、きつ、匂いきつ。あーすごい、え、ここでも匂い、うわ、くそ、うんこやん、うんこやん。一品目、シューマイ。エビアレルギーのアークさんがエビシューマイを食べるんだぜ。カニアレルギーやと思って20年ぐらいカニ食べてないんですよ。で、アレルギー検査したらカニじゃなくてエビやったっていうね。ただのカニは好き嫌いで20年食ってないってすごくない？ 20 年ですよ。あー、今度動画でしようかな、カニ食べてみたっていう動画な。いただきマイバスケットで買ってきました。通常通りの使い方で1個目食っていこうかな。うん、なんでまあまあまあこんぐらいでしょうね。もう鼻くそ程度ね。待って、このからし辛ない。こう、あ、こう写しとくか、残り残量がどんぐらいみたいな感じでな。そうしよう、これでちょっと分かりやすいでしょ。からしの残量あとこんだけですよーっていうね。あ、ちょっと取りすぎたな。え、何か箸も使われへんのかってな、言われちゃうからな。怖い怖い。シューマイ美味しいね。久しぶりに食うたわ、シューマイなんて。え、ちょっと熱々熱、え、ちょっと待って、太陽照りすぎて怖い。エビシューマイも残りラスト1個です。ごちそうさんでした。おでん、わからんな、これわからんな。おでんです、おでんなんですよ。でもね、これおでんのセット買ったんですけど、普通セット買ってるんですけど、ちゃんとミント買ったね。僕大根とかが結構好きでね、おでんセットってなってるけど、練り物セットやわこれ。おでんの練り物セットやわ。あんまり見慣れない野菜ボールとかいうやつね。これが多分ごぼう巻きですかね。じゃあちょいとつけて、うん、はい、焼きちくわと、うん、あ、つけすぎだ。ちょっとからしね、しっかり溶かしてこれ飲み切ります。うわ、つい、ちょっと待って、さすがに帽子やとね、蒸れるわ。あ、ちょっと辛いかもしれん、ちょっと辛いかもしれんし、ギブアップ。ギブアップ。もう涙出てもうてるもん。ちょっと休憩。汁飲んだミスったわ。はい、ってことで休憩おしまいでーす。だいぶ休憩させていただいたんでね。お次。肉まん。肉まんやとね、結構減らせれる気すんねんな。あ、ちなみにですけど、肉まんとかね、豚まんさ、チンするじゃないですか。で、これ外すときにさ、ここめっちゃベローンって底抜ける場合あるでしょ。はい、そういうときはね、先にね、ここちょもうほぼ剥がしとくんですよ。そうするとね、簡単に綺麗に取れるんですよ。
デブの豆知識。よし。わあ、うまそう。うまそう。かなり消費できるんちゃうか。ちょっと続けて。あれ、待てよ。僕の頭の中のイメージね、これ。まあ、肉まんやけどさ、もうこういうの食べると僕あの551の豚まん出てくんねや。で、まあ551の豚まんテイストで食べてるじゃないですか。全然美味しくない。よし、次納豆いこう。納豆はね、やっぱこの粘り気と臭さがあるからね、からしの効果を消してくれるんじゃないかなと。あ、ちょっと聞きたい、納豆ってどんぐらい混ぜる？みんなどんぐらい混ぜる？えい、えい、いっちゃってる、いっちゃってる、いっちゃってる。あれ、あれ、ちょっと待って、俺今坊主やろ、メガネ外したろ、いっちゃってる。ちょ、辛いかな、大丈夫かな。いただきますね。言うてそんな辛くない。ギブアップです。無理、もう無理、胃が痛い。こんなにあんねんで、あと全然減ってへん、全然減ってへん、ほんまに。なんかもう動画の企画わからへん。あかん。ケツ拭いたらさ、黄色かった。